さて、今回はちょっと気の毒なマイナー車を取り上げるぞ。曲線曲面から曲線基調のシャープなスタイリングに戻った2代目日産バイオレットにスポットライトを当ててみよう。確かに初代バイオレットはインパクトがあって覚えてる方も多いと思うけど、2代目はちょっと知らない方もきっと多いわよ。だが、2代目バイオレットは、すごい偉業を成し遂げた名車だ。初代バイオレットは名車510ブルの後継車として形式番号も710を引き継ぎ颯爽と登場したけど、その超個性的なスタイリングがなかなか世間に受け入れられず。マイチェンでは悪かった後方視界を改善するため、ファストバックからノッチバックに大改修までしたけど結局、人気は回復しなかったのよね。そこで猛省した日産は4年後、2代目バイオレットを510ブルを彷彿とさせるシャープなスタイリングで発売したんだ。当時バイオレットのミドルクラスといえば、ラージはクラウン、スモールはカローラに販売台数で負けていたから、日産としては絶対に死守しなければならなかったクラス。逆スラントノーズに丸め4灯ヘッドライト、直線基調のスタイリングのノッチバックセダン、まさしく名車510ブルの復活。あっさりと初代バイオレットの曲線曲面は捨て去られたのね。これなら大人気間違いなしね。ということで今回は名車510ブルを彷彿とさせ、さらにバイオレットオースターのちにオースターに改名、スタンザと3兄弟に増殖した2代目日産バイオレットのゆっくり解説を始めるぞ。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。正直バイオレットだけでもよくわからないのに3兄弟と言われてもさらによくわからないのよね。詳しく教えて。当時の日産は日産店、プリンス店、サニー店、モーター店、チェリー店の5種類もの販売チャンネルがあり、それぞれの1000倍モデルとしてフロントとリアのデザインを変えただけの兄弟車を各クラスで作り販売していた。バイオレットはファミリーカー路線としてブルーバードも扱っていた日産店で販売され、バイオレットのボディバリエーションは4ドアセダン、オープンバックと呼ばれた3ドアハッチバック、5ドアハッチバックの3種類。エンジンは 1600-1400cc の2本立て。ふむふむ。バイオレットオースターは若者向けスポーティー路線でチェリー店で販売され、約1年後にはオースターに改名された。オースターは4ドアセダン、マルチクーペと呼ばれた3ドアハッチバック、5ドアハッチバック版の4種類。当初 1600-1400cc で後に 1800cc が投入された。ふむふむ。スタンザは上級ファミリーセダンとしてサニー店のフラッグシップとして取り扱われ、スタンザは当初4ドアセダンのみで、マイナーチェンジで5ドアハッチバックのリゾートが追加された。各目2灯からミニセドリックの雰囲気。エンジンは当初 1600cc で、後に 1800cc が追加された。なるほど。スタイリングは初代バイオレットの曲線曲面が不評で人気だった510ブルのシャープなスタイリングに戻したのね。大半の人がそう思っているが、70年代前半の日産車はデザイン性を重視したためウエストラインが高く C ピラーが太く後方視界が極端に悪い安全性の低い車が多かった。その反省から、安全性の向上のためグラスエリアを広く取り、ウエストラインを低く、トランクリッドも下げワイドビュー化した新世代のスタイリングを追求した結果、この形になったと日産は言っていたぞ。そりゃ、不人気だから戻しましたとは言えないわね。そして今までの2ドアハードトップが姿を消し、ユーザーの多様化するライフスタイルに合わせ、ファストバックのなだらかな傾斜を大きなハッチにした3ドアハッチバックのオープンバックマルチクーペが発売された。ファミリー路線のバイオレットのフロントマスクは比較的おとなしい雰囲気。一方のオースターはブラックのメッシュグリルにメッキで周囲を縁取り、彫りが深くなり一番スポーティーな顔つきね。スタンザはセドリックの弟分として小型上級セダンとして登場。セドリック譲りの角型2灯ヘッドライトが他の2台とは違う上級な雰囲気を醸し出してる。そんな上級セダンにもスタンザリゾートとして5ドアハッチバックが容赦なくてこ入れされた。長期休暇を取って家族で旅行に行ってくれが狙いだったが当時の日本では残念ながらヒットしなかった。昔から、なぜだか日本ではファストバックの5ドアハッチバックは、売れないって定説だったわよね。ボディサイズは三者三様なのでバイオレットの4ドアセダンを参考にすると全長4080全幅1600全高1390ホイールベース2400車両重量945kg、サスペンション前ストラットコイル、後ろ4リンクリジットコイル、ブレーキ前ディスク、後ろリーディングトレーリング、タイヤ 5.60134PR。初代バイオレットより4センチ短く、2センチ広く、ホイールベースは5センチ短くなって、車両重量も軽くなってる。
わずかだが、小さく軽くなったのがポイントだ。あれ、リアサスが510ブル以来伝統の四輪独立喧嘩のセミトレーリングアームじゃなく、四輪クリジットコイルに対化してる。コストダウンね、どうしちゃったの技術の日産。ブルーバード以下のクラスにセミトレは必要なく、価格が安くメンテも簡単で売りやすいという判断だった。だがこの決断が後にすごい偉業を達成するんだ。エンジンは当初、1600cc 直列4気筒 SOHC-EGI 仕様の L16E 型110馬力と 1400cc 直列4気筒 OHV の AH4 型80馬力の2種類が搭載されていた。その後、1600cc 直列4気筒 SOHC ツインプラグ EGI 仕様の Z16 型105馬力が投入され、スタンザとオースターには 1800cc に排気量アップした Z18E 型115馬力も搭載された。Z 型エンジンは L 型エンジンをベースにクロスフロー化し、排出ガスの有害成分を減らすため燃焼時間の短縮化を狙い1気筒あたりツインプラグとして、排出ガス規制をパスした環境エンジン。そして1977年5月、先にバイオレット、バイオレットオースターを発売、それから3ヶ月遅れの8月にスタンザが発売された。それで、510ブルの再来で大ヒットしたの？いや、それが残念だがヒットしなかったんだ。どうして？お客さんのリクエストが多かったシャープなスタイリングに戻したのに？4年も経過して、走りのスポーツセダンで元気に走る時代は終わって、よりゴージャスに快適性を向上させた車が人気となっていた。日産はその辺の読みを間違えてしまったんだ。残念、お気の毒。そして、79年6月にマイナーチェンジでバイオレットとオースターはヘッドライトが丸目4灯から、角目4灯に変更され、スタンザもフォグランプ付きのフロントマスクに変更されたのよ。そして81年6月、FF に大変身しエアロボディを身にまとったバイオレットリベルタに改名した、3代目 T11K にバトンタッチする。スタンザはスタンザ FX に、オースターはオースター JX に。よく社名をコロコロと変更するわね。そして結局、3代目バイオレットリベルタはなんと1年後の82年6月に販売終了してしまうのよ。たったのわずか1年にはさすがに驚いたぞ。同じ販売会社の日産店には大先輩で日産の看板車でほぼ同クラスのブルーバードがあり、それまでも食い合いになっていたから、いつ販売終了になってもおかしくなかったんだがな。社名のリベルタだけが N12K パルサーの兄弟車リベルタビラに引き継がれて余計に切なかったわ。CM キャラは加山雄三さんと沢田研二さんを起用してかなり力が入っていたわね。振り返ってみると、サニーと大きくなったブルーバード U の間を埋めるため登場した初代バイオレットの時点で歪みが出ていたと思うぞ。同じ販売店でほとんど変わらないブルーバード U とバイオレットを販売していたんだから。その後910ブルで単発的にヒット作も出たが、総合的にはトヨタに差をつけられる結果となった。そして残りのオースターとスタンザも1985年に発売された T12K を最後に、1990年にプリメイラに統合されてしまうことに。結局バイオレット3兄弟は残念だけど、約12年間3代で、姿を消すことになるのね。市販車では印象が薄かったバイオレットだが、国際ラリーでは510ブルも凌駕し、ラリーの日産のまさしく黄金期の大記録を打ち立てることになるんだ。1979年から82年までサファリラリー4連覇、マニュファクチャラーズ3年連続2位の偉業を成し遂げたのね。PA10 バイオレットはラリーに勝つべくして生まれてきた車だった。それまでの610は大きく重くなり、710は小さくはなったが自慢のセミトレーリングアームのリアサスはハイスピード化によりよく壊れ耐久性は低かった。そこで PA10 は小さく100キロ近く軽く、重量配分も良く、シンプルで耐久性の高い4輪クリジットを選択する。もともとのポテンシャルが高かったのね。そして国内でのテストドライバーは星野和義さんと長谷見正弘さんの豪華コンビがマシンの開発熟成を担当。エンジンは79-80年はグループ2仕様の SOHC の LR20B 200馬力オーバーを搭載。81-82年はグループ4仕様の DOHC 16バルブの LZ20B 230馬力を搭載。戦うマシンはかっこいい。角型ボディに角型オーバーフェンダーがよく似合う。特にマルボロカラーの PA10 はかっこいいわ。ドライバーは4年連続でケニア人のシェカーメッタ選手、サファリの王者だ。日産は82年に新型マシンバイオレット GTS シルビアを投入するが、新型のためかマシントラブルが続出していた。
その耐久性不足に不安を感じたメッタ選手はマルボロカラーの PA10 バイオレットで出場、見事4連覇を達成したんだ。ラリーマシンは耐久性が最も重要なのよね。サファリを4連覇しラリーの日産の黄金期を築いた PA10 バイオレットはもっと称賛されてもいいのに、なぜか510ブルや S30 フェアレディ Z の方が伝説になっているのは腑に落ちないわね。理由は市販車が売れなかったからだな。気の毒な PA10 バイオレット。あなたは日産を代表する立派な名車です。A10 系バイオレット3兄弟の販売期間は約4年間で、生産台数は3兄弟合わせて約25万台だった。中古車情報サイトで A10 系バイオレット3兄弟を検索してみたところ、わずか2台が掲載されていました2024年6月現在。販売価格は2台とも200万円オーバーでした。気になる方は一度覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。